に出した帯は全通の帯ですので、この全通の手先の決め方をいたします。はい、ここで、はい、手先の方を後ろからこのように回しましたら、反対側の、はい、この胴脇いっぱいに決めまして、はい、そこのところでこの後ろのこの中心がこの人の体の手先の長さになります。はい、このように決めましたら、はい、中心に、はい、クリップを止めまして、はい、手先をこのように肩にかけておきます。はい、このようにし、はい、帯を巻いていきます。折り上げた、はい、この上端を、はい、左の指で押さえまして、はい、右の手でこの下の輪の部分を持ちましたら、はい、少し斜めに上がるように、はい、このように体にきっちりつけます。はい、この帯の幅はその方の身長によりまして、少しずつ出します。はい、帯板を入れまして、はい、後ろ中心に行くところを、はい、幅を少し狭める感じにしまして、はい、同じようにしっかりと敷きます。はい、その時もこの帯の下端だけを敷きます。全体に敷きますと苦しい感じがしますので、この下端だけを敷くようにします。はい、このように敷きましたら、はい、帯板が全体に入っていることを確かめまして、はい、ここで肩の丸みのところにこの輪の部分をしっかりつけましたら、はい、ここで、はい、しっかりここ敷きます。はい、敷きましたら、はい、この手先を、はい、ここ下げましたらこんな感じになりますので、肩にこの輪が入ってます。この輪の部分のこの中心に指をかけまして、ここで、はい、このように折り上げます。折り上げたところに、はい、この仮紐を、はい、ここにしっかり当てまして、はい、前で結びます。これは最後に帯締めをした後に抜きますので、はい、ここで、はい、しっかり留めましたら、はい、この手先を下に下げまして、はい、ここで、はい、輪が下になるようにここ折りまして、はい、これで前に持ってきまして、クリップで留めます。はい、そうしましたら、はい、ここで、はい、この軽く、はい、帯をこう広げましたら、このまま、はい、垂れ先を先に決めます。枕を上げた部分から帯の下の輪の部分から、はい、6センチから7センチの長さが出るように、はい、このように長さをこう測っておきます。はい、そうしましたら、はい、測ったところの中心にこう枕を置きます。はい、置きましたら中に手を入れまして、はい、ここで、はい、このように右の手でこう枕を上下で挟みます。この状態を、はい、こう上からこうかぶせますと、はい、このように上にこう2枚になるようにきれいに重ねます。はい、そうしましたら垂れ先から7、8センチぐらいのこう長さをときちっと決めます。はい、決めましたら、これで上をきれいにこう
まっすぐに2枚重ねた状態にします。はい、そこで中心をしっかり持ちましたら、この中の余った部分をここに全部入れ込みまして、この今上に枕を乗せましたら、このように立てますので、しっかりこう下に下ろして、一度枕の底をつけてから、まっすぐにして、こう中に入ってるこの下に引いて高さを決めます。はい、これを決めましたら、はい、枕をしっかり押さえて、はい、はい、そうしますと、はい、これで山が決まりましたので、はい、輪の部分をここに留めます。はい、垂れ先も、はい、留めます。はい、そうしますと、このような感じに長くなってますので、はい、角を、はい、ちょっとこのように折りまして、はい、まっすぐにします。はい、それから、はい、このように垂れを下ろしまして、はい、ここに、はい、手先を先に持ってきます。はい、この手先の先は2センチから4センチぐらいの長さで収めたいと思いますので、長い部分はここに入れますが、はい、こんな感じに作りましたら、はい、このお太鼓どこを、はい、このように、はい、手先の、はい、このように入れまして、はい、ここの長い部分は、はい、少し折り込みまして、はい、これで帯締めを通します。はい、このように帯締めの先にこう柄のある場合は、お客様の左の方に、はい、帯締めのこの先が行くように、このように合わせます。はい、これで長さを、はい、決めましたら、このような、はい、中心をこの指で押さえまして、はい、これでしっかりと帯締めに力を入れまして、はい、前に回ります。じゃあ、ここで帯締めを前に行きましたら、はい、ここで本結びをいたします。はい、襟合わせと同じように合わせましたら、左の方から上にこのように入れます。はい、入れましたら、はい、こんな感じでしっかり敷きまして、はい、下の方を、はい、輪にしまして、上から押さえて、はい、この輪の部分に、はい、通して、はい、このように敷きます。はい、そうしましたら、はい、一直線にして、はい、上から下に、はい、このように入れ込みまして、はい、中心に行きます。はい、ここで、はい、仮紐を外しまして、はい、この枕の紐を一度しっかり前に引きまして、はい、緩みをつけて、帯と伊達締めの中に
はい、入れ込みます。はい、そうしましたら、はい、際から、はい、開いて3等分に畳んで、はい、もう一度半分に折って、はい、ここで止めておきます。はい、こちらも、はい、開いて3等分に畳んで、はい、もう一度真半分に折りますと、はい、このように、はい、きれいになりますので、はい、ここで一結びしましたら、はい、中心をこのように、はい、上だけ戻しまして、はい、指3本で押さえて、はい、これを輪の中に、はい、通すようにしまして、はい、このように回転させる感じで敷きましたら、はい、このまま、はい、残りを、はい、帯と立て締めの中にこれ入れ込みます。はい、しっかり入れ込みまして、はい、帯の上から、はい、だいたい指1本ぐらい、はい、もし広く出た場合は、こう体の方にこう折り込みますと、はい、きれいに処置ができますので、